皆さんごきげんよう、ひろです。なおです。やってまいりました。本日はですね、ノスタルジーが止まらない第2話ということでございますよ。はい、はい、このね、ノスタルジーが止まらない、どういった企画かと言いますと、時代はですね、昭和、平成、令和と移り変わっていきますが、創業当時のままの趣を残したまま営業を続けられている、そんな素敵なお店をご紹介するコーナーでございます。はい、本日お邪魔させていただくのはこちら、じゃん、総社市にございます喫茶松様でございます。ここはね、すごいとこだよね。うん、もうなんといってもね、はい、あの、僕たちのパワースポットだそういうことでございまして、本当は教えたくないでもね、皆さんもぜひですね、ちょっとこの松の魅力を本日はたっぷりお伝えできたらなと思います。はい、それでは早速行ってみよう。改めまして、本日お邪魔したのは岡山県総社市にございます喫茶松様でございます。はい、こちら松様なんですけれども、うん、なんと創業50年以上、はい、そしてね、うん、この総社市で初めてできた喫茶店としても非常に有名なお店様でございますよ。はい、中に入るとね、うん、こちら美人亭主貞子さんが素敵な笑顔でお迎えしていただけますよ。うん、この貞子さんもね、もう名物お母さんという、はい、各メディアにもよく取り上げられてますからね。はい、はい、ぜひ皆さんお話ししてみてください。はい、店内はね、うん、そこまで広くないかな。はいはい、でもね、あの、歴史を感じる椅子とテーブルが並べられてて、うん、この赤富士、うん、来てくれたお客さんのためにってね、お母さんがね、購入されたの。あ、結構いい値段したみたいですよそうだよ、はい、でもね、この赤富士のせいかな、もうこのお店にね、訪れたらね、私たちのね、運気が上がってる感じ。いや、ほんとそうなんだよ ね。こう、新しいお仕事のご依頼がね、そう結構立て続けに来たんで、うん、ぜひね、本当にね、パワースポットだよね。ほんとそうでございます。あとこれね、うん、創業当時に作ったマッチが出てきたということでそうだ、ね、市外局番2ですから、はい、歴史を感じざるにはいられませんよ。はい、さあ、こちらメニューの方でございます。はい、もうシンプルでございますよね。はい、このメニューはね、うん、常連さんが最近書き直してくれたらしい。すごく見やすいですな。そうだね。はい、ただね、一、うん、つ気になるところ、スパデティでございますよ、はい、ね、おそらくね、スパゲッティ、ね、スパゲティだろうな、うん、はい、あとはね、うん、このようにドリンクメニューもございますからね。はい、喫茶利用なんかもいいんじゃないでしょうかね。うん、コーヒーはおすすめだよね。そうそう、なんかね、うん、お母さんが自信があるって言ってたから、はい、実際に飲んだら本当に美味しいですからね。はい、見てください、はい、これね、お父さんも忙しい時お手伝いなんかされちゃって、そう、呼ばれちゃうんだよね。はい、仲良しでございますよ。はい、お待たせしました。はい、私が頼んだのはこちら、はい、焼きうどんでございます。はい、はい、もうね、うん、絶対皆さんいつの日か食べた味がします、うん、あ、そうだね。はい、焼きうどんって言ったらもう皆さんいろんな思い出があるでしょうこれをね、一口食べることによってね、うん、それがもうプレイバックしますからね。あ、そうだね。なんかもう実家に帰った時にお母さんがお腹空いたでしょ、うん、なんかあるもんで作ってあげるよって言ってちゃちゃっとこう作ってくれた料理な感じだよね。またそれがいいんですよ。そうそうそう、なんか懐かしい味なんだよね。はい、さようでございます。うん、ぜひね、うん、いつの日かの思い出とともに焼きうどん味わってみてください。はい、はい、続きましてこちら焼き飯でございます。これこれこれはね、うん、マジでうまいんですよ。そうだね、絶対私たち頼むもんね。はい、ひき肉がね、すごく香ばしくて、うん、あとはね、うん、シンプルなんだけどピーマンとか、はいはいはい、そういったところがね、うん、アクセントに効いててちょっと味が濃いめなの。あ、そうだね。でご飯もね、うん、パラパラだから美味しいよね。はい、うん、でこっからね、私が今回頼んだのはスパゲティですよ。うん、スパデティではないんだね違うよ、はい、このねスパゲティも、うん、ひき肉が入ってるスパゲティです。うんうんうん、うんうん、で具材はね、ピーマンとハムと、うん、玉ねぎ、うん、で麺はソフト麺かな。はいはいはい、うん、もう懐かしいスパゲティです。そうだね、うん、もうちょっとお腹が減った時に最高のやつですな、うん、出されたら。でもね、お母さんね、最近よく言うの、うん、もうご飯はね頼まなくていいって言っちゃうそれもうコーヒーだけ飲んでって言うの。はい、でもね、このあとね、お母さんが営業を辞めたらもう受け継ぐ人いないから、うんうん、この食事はね、もうなんか絶飯になりつつあるの。ああ、そういうことだね。うん、まあね、うん、ぜひ一度は食べていただきたいって
感じですな。そうだね、はい、コーヒーもね、うん、はい、非常にね、うん、酸味の効いた、はいはい、ホットコーヒーも心が温まるようなそんな素敵なお味でございましたよ。そうだね、はい、この後貞子さんにインタビューです。お母さん今日はごちそうさまでした。どうも、はい、この松っていうお店なんですけど、うん、どのぐらいこう前からやられてるんですか？昭和45年の12月1日が開店日です、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあもうかれこれ50年以上、うん、52年目ですかね。あ、すごいな、うん、それで、はい、あの日曜日だけ休みで、うん、臨時休業が1日もないんですよ。うわ、すごっ。月曜日から土曜日まで必ずどの分もしてるんです、うん、へー、お母さんそれにしてもお元気ですけど、うん、これ女性に年齢聞くのあれですけど、うん、おいくつなんですか？うん、今私満80歳です。あ、80歳で現役、はい、うん、はあ、視聴者の方、まあ、見ていただいてる方にですね、うん、まあ、ちょっとだけ PR というか、うん、メッセージなんかあれば言っていただけたらと思います、はいはい、私はあの総社を良くする会の会長に収まりたい気分です言ってみんなに店に来た人に言うんです、はい、うん、もう総社いうところは本当にいいところで一遍も困ったことがないんです。あ、でも人がいいからですよね、それは。まあうちに来てくれるお客さんは和気あいあいと、うん、気心の知れた人ばっかしです。まあね、本当にアットホームで、あとはやっぱりお母さんにね、うん、よく会いに来られたい方が多いと聞いておりますんでね、はい、ぜひですね、あの視聴者の皆さんも、まあ、お母さんに会えばね、うん、すごく元気とかパワーがもらえますんで、うん、みんなそう言ってくれるんですけど皆さんもこちら喫茶松様の方にお越しください。ごちそうさまでした。いや、もう素敵な空間でしょ皆さん。すごいよく喋られるお母さんでしょ。そうなのよ、お話好きなんですよね。はいはいはい、またね、うん、あの元気なパワーいただきましたね、うん、そう、もうすごくね、本当にここに来ると心が洗われるというかね、はい、あの充電させてもらって、はい、明日から頑張ろうって気持ちになりますもんね。お食事の方もね、うん、まあ、本当にもうおばあちゃんが作ってくれる手料理っていう感じでございます。家庭的なね、うん、感じでもうちゃちゃっと作ってくれたお母さんの味みたいな感じだよね。時間を満喫しに行くお店じゃないかな。そうでございますね、はい、ぜひですね、はい、皆様もノスタルジーを感じにですね、はい、こちら喫茶松様の方で素敵な時間を過ごしてください、はい。私たちとこいこチャンネルはこのように岡山のグルメ情報やスポット情報なんかを週に2回配信しております。おすすめの情報等ございましたらコメント欄にご記入いただきますと嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いします。本日は以上、どこいこチャンネルのひろでした。なおでした。バイバイ。